嵐の松本淳、39、が主演を務める NHK 大河ドラマ、ドール、家康、日曜あと8.00は20日、第32話が放送される。以下、タバレユ第32話は、小牧長久手の激闘。徳川家康、本順は、橋場秀吉、室強の十万の大軍に対、あえて前進、小牧山城に兵を集めた。 互いに求む愛が続く中、榊原康政、小平太、杉野春香両賀衆の悪口を書き連ねた縦札をばらまいて動かす。利をかける一方、城の周辺に謎の堀を作りし、る。徳川軍が守りに入ったと考えた池田勝入り。今日、徳重里氏は、家康を引っ張り出そうと岡崎城、うという策を秀吉に献上。新軍開始も、 まさに、レコソが家康の狙いだった、という展開。つい、中盤の山場、橋場秀吉と、徳川家康の唯一の、説対決、小牧、長久手の戦い、天正12年、1584年を迎え、退治した両軍の睨み合いの最中、別部隊が、総外の場所、敵の本拠地につく奇襲作戦、三河入りが鍵を握る。リーガル灰。 コンフィ、ムスマン JP シリーズなどのヒット作を生み続る、古澤良太氏が、オリジナル脚本を手掛ける、カワードラマ62作目。弱小国、三河の主は、いかにし、戦国の世を生き抜き、天下統一を成し遂げた、か、江戸幕府初代将軍を単独主役にした大河、1983年、徳川家康以来、実に40年ぶり、令和版にアップ、とした、 新たな家康像を描く。古沢氏は大河本所長選。松本は大河初主演となる。